高吉助は、大韓民国、軽機道上南市出身のプロサッカー選手。ポジションは FW、リーグアン f c ジロンダンボルドを所属。韓国代表、上南 FC と提携し、同クラブの下部組織となっている、豊か星中学校、豊か星高校出身。2011年新人選抜ドラフトでは、上南から優先指名を受けた上で、出場機会確保のために、 4世代学校に進学。2012年、春季大学リーグ戦では9試合9ゴールで、得点を、U リーグでは16試合に出場して13ゴールを記録。2013年、大学を中退して、城南一は天馬に加入。デビュー戦となった第一節の水原サムスン、ブルーウィングスとの試合では、先発フル出場して、前半22分に初ゴールを決めた。 2015年シーズンには34試合15得点で、K リーグクラシック得点ランキング2位を記録、同年の AFC チャンピオンズリーグでも3得点を上げた。同年の K リーグアウォーズでは、ベストヤングプレイヤー賞の候補者3人の中の1人に残った。2016年、クラブはプレイオフの末に2部降格が決まった。木は9得点を上げたが、 チームの成績が低迷した9月以降は1ゴールのみに留まった。2017年シーズンは超新ストライカーのボックセイコが加入したことにより、それまでのセンターフォワードからサイドにポジションを移してプレーした。2017年6月20日、ガンバ大阪への完全移籍が発表された。契約期間は2年。契約書には、K リーグ復帰の際には、 城南 FC に戻るという条項が加えられた。G 大阪は2016年冬にも木にオファーを送ったと報じられていた。7月29日、第19節のセレッソ大阪戦で移籍後初出場し、同点ゴールを記録しチームの勝利に貢献した。2シーズン目となった2018年4月11日、第7節のジュビロ岩田戦で得点を決めて、 リーグ戦初勝利に貢献した。6月9日、ルバンカップ、プレーオフ第2戦のジュビロ岩田戦では、来日後発ハットトリックを決めて、プライムステージ進出に貢献した。アジア競技大会へ出場のため8月は、戦列から離脱したが、韓国代表から復帰後1試合目となった9月15日の、第26節ビッセル神戸戦から9月29日の、 第28節サンフレッチェ広島戦まで3試合で4ゴールを決めチームの4連勝に貢献。さらに得点を重ね、11月10日の湘南ベルマーレ戦では、チームの残留を決める得点を挙げて、累積警告による出場停止1試合を除いて6試合連続ゴールを達成。この連続得点記録は、エムボマやアラウジョ、宇佐美タカ7人が達成したクラブ最長記録に、 並んだ。この活躍を受け、2018年の J リーグベストイレブンと優秀選手賞を受賞した。3シーズン目となった2019年シーズン、7月14日に、フランス一部リーグ、リーグアン所属の FC ジロンダンボルドーに完全移籍で加入することが、クラブ公式より発表された。8月24日移籍後3試合目にして、リジョン戦で移籍後初ゴールを決めた。 2019から2020年シーズン2月23日、第26節 PSG 戦で試合には敗れたが、先制ゴールを決めた。10代の頃から各年代別の韓国代表に招集されている。2014年12月に実施された、チェジュ島合宿で韓国 A 代表に初選出される。2015年9月3日に行われた。 FIFA フフワールドカップアジア二次予選のラオス代表戦で韓国代表デビューを果たした。10月にはジャマイカ代表戦で韓国代表初ゴールを決めた。2018年に23歳以下のアジア競技大会サッカー男子韓国代表に選出。選出に対して韓国サポーターは金鶴藩監督が城南 FC 監督時代の遠隔で起用したのでは、 内科と疑いの目で見られそれなりの役割を果たせなければ非難の声を一心に浴びることになるだろうと報じられたが同大会では急得点を挙げ得点王に輝き韓国代表の2大会連続5度目の優勝に貢献大韓民国国軍の兵役免除の恩典を受けることになった10月12日国際親善試合のウルグアイ戦で後半21分に 孫ミンが蹴った PK のこぼれ球を押し込み、先制点を挙げた。12月18日、韓国サッカー協会が選ぶ、2018年に最も優れた活躍を見せた、韓国サッカー選手に与えられる、今年の選手賞を受賞した。なお、2位は、孫ミン、3位は、チョヒョヌとなった。総投票者53人の70%近くに、 上る36人がファンビジョン1位に上げ、ライバルに大きく差をつけた受賞だった。12月20日、AFC アジアカップ2019に臨む韓国代表メンバーに選出された。本大会では5試合に出場しに得点を挙げるも、チームは準々決勝で優勝したカタールに敗れ、敗退となった。なお、この試合の失点直後にゴールネットを揺らすが、オフサイドとなり、 VAR でも判定は覆らなかった。2021年、東京2020オリンピックに臨む、サッカー男子韓国代表メンバーにオーバーエイジで選出された。予選リーグ3戦目のホンジュラス戦では、ハットトリックを決めるなど、大会4得点を記録するも、チームは準々決勝に、メキシコに敗れ敗退となった。U-23 韓国代表、ありがとうございます。